さあ、ということで始まりましたインスタントジョンソン杉のトト予想第13回でございます。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、まあ今日も力んでいきたいなと思いますが、早速ですけども第12回の予想を振り返っていきたいなと思います。この12回はですね、13戦中9勝とまずまずの成績を残せたのではないかなと思いました。まぁ、ちょっと残念なのは、若干 FC 東京と川崎が前半まで2対0で FC 東京がリードしておりまして、あ、これは今回 FC 東京勝ち引き分けにつけてるから、あ、このまま大丈夫かななんて思ったんですけど、なんと後半に川崎が3点入れちゃいまして、そのまま逃げ切りという、あー、これいたたたたみたいな1試合があったりとか、惜しいなみたいなところ、まあ狙い通りは狙い通りのところでもあったのかななんて思ったりするんですけど、まあその中でも13戦中9勝と。さあ、ということで第13回の予想はこちらになっております。ドーンと、はい、出ておりますね。今回も面白い試合が結構続いておりますね。まずはですね、こちらでございます。柏対清水、柏ホームでの一戦でございます。こちら引き分けにつけております。はい、柏ホーム、そして清水アウェイと、前節はですね、新潟ホームで清水が0対1で勝利を収めてます。はい、やっぱり番狂わせやりましたね、清水っていうのは。こういうところがあります。対する柏なんですけども、今季そんなに調子よくありませんが、あまり負ける試合というのもあんま見たことないですね。引き分けが非常に今季多くなっておりまして、ましてやホームでございますから、こういった面でもやっぱり意地は見せてくれるのではないかと。そして清水もそうそう簡単に負けないんじゃないかなという部分もありまして、これは引き分けがちょっと硬そうだなという部分で引き分けにさせていただきました。さあ、続いてはこちらでございます。熊本対鳥栖、熊本ホームでの一戦でございますな。これはですな、九州ダービーでございますな。はい、これは楽しみですよ。面白そうな試合になっております。今、この熊本と鳥栖の順位がどうとか関係ないです。はい、ダービーの面白いところはそこですね。九州はうちが強いんだと、そういった争いになってくるわけでございますんで、正直これ分かんないゾーンに入れようかなと思ったぐらい分かんなかったですけども、逆にもこういうのパッと引き分けにしてしまうと。さあ、続いてこちらでございます。札幌対甲府、札幌ホームでの一戦、こちらも引き分けにしております。はい、今日は引き分けばっかり喋ります。はい、札幌ホームでございます。そして甲府アウェイ、まあ、前回ですね、甲府対徳島、甲府ホームで3対1で甲府がピシッと勝ちました。後半に3点ポンポンポンと入れて私の予想を覆してくれまして、やっぱり甲府っていうのはそういう底力のあるチームでもございました。はい、まあ、アウェイですけども、やっぱりそういった底力を見せるという部分では、かなり組織的にやってくるはずではないかなと思います。はい、また相変わらずアウェイなので負けないサッカーをする。さあ、続いてはですね、困っちゃってるゾーンに行きたいと思います。困っちゃってるゾーンはこちら、広島対大宮、広島ホームでの一戦。はい、これ困っちゃった、はい、さっと広島につけなさいよみたいな話になってくるんですけども、いやいやいや、今回はですね、これ J1 ではなくてナビスコカップなんですね、 J1 に関してはね。はい、ですんで、いろいろ見ていくと、今ですね、大宮が確か A グループかな、1位なんですね。まだ負けてないんです。はい、これ意外とね、ちょっと難しいところなんですけど、普通の J リーグの公式戦とナビスコカップっていうのは全く違いましてですね、このナビスコカップではですね、調子いいチームがいて、 J リーグの普通の方に戻ると調子が悪くなってるみたいな、なんかね、ちょっと不思議な現象が毎年起きたりするんですけども、まあこれはですね、ギリギリになって、買いたいなと思う一つでございますんで、皆さんもご検討ください。はい、さあ、続いてはこちらでございます。横浜マリノス対大分、横浜マリノスホームでの一戦。はい、これもですね、まあ今ちょっと怒涛の連敗中の大分なんで、まあマリノスホームでさっとつければいいんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとこれ市場が入っております。大分よ、頑張ってくれと、もう連敗は避けようぜと。はい、いや、一気にね、アウェーでトンと勝ってくれとは言いません。ただ引き分けのライン願ってます。はい、さあ、続いてはですね、わかんないゾーンです。さあ、今回のわかんないゾーンはこちら。はい、福岡対岐阜、福岡ホームでの一戦。はい、わかんない、万歳ですよ。前々回お袋に電話してあって、そして前回、ここの、ね、バクストのドンでございますね。スミさんに電話してあって、これは上げチン連続で来ました。
今回もですね、やっぱりね、人の運に頼ろうということでございまして、お袋と、お袋電話して、スミスさん電話してと来ましたんで、やっぱりここはもう一ひねり入れなきゃいけないと思いますので、また電話したいと思いますので、ちょっと待ってくださいよ。今回も当ててくれと、いう分でございますんで、今回この人にしましょう。はい。この人は今、多分地方に行ってんじゃないですかね。どっか地方に行って、多分、なんかくだらない撮影でもしてんじゃないですかね。なんだか、珍しいバッジだとか、珍しいものが売ってるだとか、いろいろあるとは思うんですけど。鳴ってますよ、ポロ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 鳴ってますね。さあ。もしもし。あ、おはようございます。インスタント上の杉です。よろしくお願いします。先週はどうもありがとうございました。はい。今何やってる？ひとひねりは？ひとひねり？ひとひねりっていうのは？ひとひねりっていうのはその言葉尻のひとひねりだけであって、やることは普通のことやって言っただけですね。前回のあの、鹿島。はい。にって言いましたよね。鹿島ね。はい、にで。あれはね、やっぱね、こう、ガンバが勝ち、もしくは引き分けかっていう予想の方が多かったわけですよ。あ、そうなんですか。はい。その中、このガーの鹿島が勝ちというね。当たったんですね。当たったんですね。そこはなかなかの上げちんぶりで。ということで、今回もちょっとね、スミさんの、はい、その、運試し、運試し、してほしいなと思ってます。続きますかね、それね。ちなみに今、お仕事中ですか？はい、まあ、事情はよくまだ分かってないと思うんで、という説明設定ですよね。もう、今、はい、0、1、2、どれがいいですか？0ですね。お、0！ はい。ほうほうほう、今までいろんな人に聞いてきて、0と選んだ人は確かいなかったですよ。あ、そうですよね。はい、1か2、みんなどっちかだみたいなことだったんですけど。今、来ましたね、0が。来ました。はい、そうですか、わかりました。今、数字前見ましたよね。0って言いましたよね。0。じゃあもう、用はないです。切りますから。はい。はい。まあ、こんなこと言うのもなんですけども、切ったって目の前にいますからね。さあ、ということでございまして。あ、切っちゃった。エスパー、スミは、今回、福岡対岐阜、これ引き分けと選んだということでございまして、ゼロですね。はい、ということでございまして、福岡対岐阜は、引き分けにですね、決定！今回ですね、ちょっと注意してほしいのがですね、いつも金曜日の締め切りだったりするんですけど、このね、トトを買うのがね、そして土曜日の午前中までとか、いろいろあるんですけども、今回ですね、東京ヴェルディ対草津が28日に試合があるので、木曜日の午前中から、木曜日の18時が50分かな、インターネットが最後の締め切りかなとか、そういうのが、まあ、いろいろネットであるんで、トトのオフィシャルサイト見ていただければわかるんですけども、とにかく28日の木曜日、が締め切りになってますんで、その皆さん間違いないようにですね、今回も当たるといいなと、はい、皆さんも当たるといいなと。